レネー・アウフハウザーは、オーストリア、シュタイアー・マルク州フォイツベルク出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。サッカーオーストリア代表で不動のボランチを務めた、選手。20歳まで、オーストリア三部のクラブでプレー。21歳になって、初めてプロ契約を当時オーストリア分でスリーガに、属していたアウストリア・ザルツブルクと結ぶ。 初年度から攻撃力のあるボランチとして、レギュラーに定着し、オーストリアブンデスリーガでの優勝に貢献。同時に、オーストリアゆ二21代表チームでもデビュー、同チームでも多くの得点を記録する。サポーターの間でも、絶大の人気を誇る選手であったが、2001年に、同リーグのグラーツァー AKA 移籍。同クラブでもレギュラー選手として、リーグ戦とカップ戦での優勝に貢献する。 UEFA チャンピオンズリーグ最終予選でのリバプール FC 戦や UEFA カップ本大会での活躍によりイングランドプレミアリーグのフラム FC、ミドルスブラ FC、エバートン FC 等がアウフハウザー獲得に乗り出すが最終的にオーストリアブンデスリーガのレッドブルザルツブルクへの移籍を決意2005年の夏よりレッドブルザルツブルクの中心選手として活躍した 2010から2011シーズンからは、アレクサンダー・ツィックラーと共に、ラス・クリンツへ移籍。サッカー・オーストリア代表チームでも、不動のレギュラーとして定着、ボランチでありながら2桁の得点数を誇った。ここ数年で急激に若返ったオーストリア代表の精神的柱として欠かせない選手であった。プロサッカー選手としてのキャリアを終え、FC リーフェリングのコーチに就任。 2016年、レッドブルザルツブルクのコーチに就任。レッドブルザルツブルクのコーチを5年間務めた後、2021から22シーズン FC リーフェリングの監督に就任。ありがとうございます。